罪の声は、塩田武史のサスペンス小説、2016年発表、講談社官、グリコ、森永事件をモチーフとしている。2016年度週刊文春ミステリーベスト10国内部門第1位、第7回、山田風太郎賞受賞。2020年10月30日に映画版が公開された。塩田は、大学時代に、グリコ、 森永事件の関係書籍を読み、脅迫電話に子供の声が使われた事実を知って、自らと同年代のその子供の人生に関心を抱いたという。そこからいつかこれを題材とした小説を執筆したいと考え、新聞記者を経て2010年に小説家になった際に編集者に相談したところ、今のあなたの出力では、 この物語は書けないと言われ、さらに5年を待って執筆を開始した。執筆に際して1984年から1985年に書けての新聞にはすべて目を通している。作中の犯人はフィクションだが、各事件の発生日時、犯人による脅迫状、挑戦状、事件報道は極力史実通りに再現しましたと単行本の。 著者コメントには記載されている。京都市内で新士服のテーラーを営むソネトシアは2015年夏のある日、父の遺品の中からカセットテープと黒革のノートを見つける。ノートには大量の英文のほか銀河と一万銅の文字が書かれていた。さらにテープを再生すると何かを語る子供の声が聞こえてきた。それは31年前、 大手製菓メーカーの銀河と一万堂を、はじめ食品会社数社が脅迫、脅喝され、すでに時効となったものの、現在も未解決のままの銀河一万堂事件の脅迫犯の音声と全く同じものだった。これが幼い頃の自分の恋だと確信した年屋は、父の代から信仰のある、堀田真二に事情を打ち明ける。堀田はノートを預かり、数日後に、 トシヤを誘って30年にわたって消息不明のトシヤのおじを知る人物と面会し、おじの来歴や消息などについて話を聞いた。その人物は銀一万事件とおじの関わりを伺わせるようなことを口にした。一方、ちょうど同じ頃、大日新聞大阪本社で文化武器者を務める阿久津英氏は年末掲載予定の銀が一万同事件の 企画記事に応援要因として借り出された。イギリスに出張を命じられ、1983年のハイネケン社長誘拐事件について、元誘拐交渉人に取材したり、当時イギリスでハイネケン事件を調べていたという中国人を探したものの、空振りに終わる。帰国した阿久津は、事件前に銀河の株価を扱った証券雑誌の記事を見て、 して筋のやり口を証券関係者から聞いたりするが、事件に直接結びつく話には至らなかった。堀田ととしは得た情報をもとに、犯人グループが会合を開いたという料理屋に話を聞きに行く。おじがいたという証言は得られなかったが、板長は堀田が特徴を伝えた、別の男はいたと答える。堀田はその後で、生島というその男が、 元滋賀県警察の人物で、おじとも交友があったと年谷に打ち明けた。成果の出ないや靴は、クラマテンクと名乗っていた犯人グループの無線更新を、傍受録音した人物が、愛知県にいたという事件当時の取材記録から、再度その情報を洗うことにした。空振りかと思われた取材は、意外な形で成果をもたらした。そこから浮かび上がった人物が常連だったという、料理屋に、 阿久津が取材に入ろうとする頃、堀田と都也は、幾島の家族の消息を知る人物を追っていた。やがて、都也と阿久津は、お互いの存在を知る。杉本総一の作画で、イブニングにおいて2017年6号から2018年まで連載された。2018年8月26日より、オーディブルから三好翼による朗読のオーディオブックがデータ配信されている。 2020年4月30日より AUDIOBOOK.jp、OK. から登場人物ごとにキャストを割り当てたオーディオブックがデータ配信されている。キャスト2020年10月30日に公開された。監督は土井博康。主演は小栗旬。小栗と星野源の初共演作品でもあり、一部メディアでは小栗旬と星野源の W 主演と報じられた。 なお、当初は、小栗の撮影スケジュールが、ゴジラ VS コングと覆っていたが、彼に相談された本作の制作サイドが、撮影スケジュールを1ヶ月ずらしてくれたため、小栗は、ゴジラ VS コングの撮影地であるオーストラリアへ行くことができたと、言う。ありがとうございます。